本当に興味ないんですよ。ですね。もちろんそんなクラシック系そんなに胸熱でもない。本当に興味がない。まあ、私あなたのホビーにカメラ技術をプラスアルファとアルファホビー部。これはでもね、しばらく話題になりますよ。うん、これはでかつてそのルミックスにあった。あれなんていうカメラだったかな、あれフォーサーズですごい小さいカメラだったんですよ、うん、なんていうカメラだったかな、すっごいおしゃれなデザインのやつ、え M1 だっけ、違ったっけ、なんかそんな、なんだかワンじゃなかったっけ、そうなんちゃらワンってやつなんだよね、うん、S1 だったかな、あ S1 か、なんかそんな名前だったよね、 S1 か、だそれの再来って言われてるよね、フルサイズ版のねって、あれのフルサイズ版って言われてるけど、うん、あれはね本当にかっこいい、だってこうなんか手のひらにこう乗っかるような感じだったもんね、なんかね、そうそうそう、あれ確かね、うん、S1 はねあのあと初代が出た後にね2回ぐらいモデルチェンジしてるんだけど、モデルチェンジするためにかっこ悪くなっちゃったんだねあれ、うん、初代がむちゃくちゃかっこいい、うん、ですね、なんでまあでもこれはその再来って言われてるんで、うん、まあかなりいいんじゃないかな、であとはパナソニックさん、まあ、いわゆる L マウントじゃないですか、フルサイズなんで L マウントは GM1S、 あ 1S か、あ GM1、そうだ GM1、 それ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 、うんうん、GM1 思い出した、そうそうそう GM1 めちゃくちゃかっこいい、あのもうなんていうのかな、あれこそが自分はもう使わんでもいいから手元に置いておきたいなと思うデザイン、うん、で実物で見たこと触ったことあるんだけど、もうねデザインだけじゃなくてね、あのねスイッチ関係の質感がもうね異常、あのこんなちっちゃくて、そのめちゃくちゃ高いカメラじゃなかったんですよ、あの当時こんな価格帯のカメラにこんなスイッチいいやつつけるのというぐらい、スイッチこのバネ感、接度感、あとスイッチのそのものの質感、ちょっと正直言ってオーバースペックでした、ほん全然覚えてない、めっめちゃくちゃ良かったです、あれがでも台を覆うごとによくなくなったんですよ、一番最初のやつだけやったらとオーバースペックなんですよ、すごかったですよ、よくこんなん出したなと、後ろのファンクションのボタンのカチッと押すこのバネ感とかすごかったですよ、本当に未だに覚えてる、うん、あれとねあの当時一緒に出たねあのリコーのね、うん、あの1インチが入ってるあのレンズ交換式のカメラ覚えてる、全然わかんない、それを追っかけてなかった、リコペンタックスペンタックスかな、うん、リコペンのめっちゃ小さいレンズ交換式1インチの、うん、知らない、知らない、なんてやつだったかな、あれのね一番最初のねモデル、あれもねやっぱりね2代目3代目でなんかかっこ悪くなったんですよ、うん、でそれの一番最初のモデルがねもう未だにかっこいい、僕がよく行くメガネ屋さんにねディスプレイしてあるんだけど、むっちゃかっこいいっす、うん、あれ本当に未だに欲しい、あれは、あ、9、そう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 、9シリーズ。10じゃないですね。ペンタックスの9ですね。9マウントっていうのか、はい。うん、部長が間違えたそうです。はい。すいません、ありがとうございます。はい。はい。部長がね、9マウント。サングラスで目が見えないからね。ちょっと、ね、みんな分かんない、みんな分かんないんだよね。ちょっとなんか、ね、表情がね。はい。そう。だから。9シリーズですね。このね X もそう、富士もそうだけど、ちょっとねルミックスがねどこまでこれで売れたらちょっとなかなかやるな、ルミックスだよね、俺ね売れると思うっすよこれ、あ部長は売れると思う、俺は売れると思う、なんだろう、やっぱり程よいその便利さを保った状態であのデザイン、いや最初は売れるんだよね、問題は ZF みたく続くかってことか、そう続くかっていうこと、そう、あだ最初はだからあのだじゃあ、まあ、フラグシップみたいにならないかってこと、最初は売れる、まあブームが続くうちは売れると思うよ、だそこだ、そこだよ、そこそこ、うん、うん、何でもそうだけどさ、でやっぱりこのネオクラシック路線ってなんかやっぱ何年かに1回来るんだなと思った、まあ、けど本当久しぶりだね、うん、一眼レフのかなりだって、うん、あのニコンのやつあれ売れてなかったじゃん、あのクラシックニコンのやつって何だっけ、あの一眼レフの、DF か、まあ、まああれはね、あれはまたちょっと、うん、
そうだね、ちょっと残念だったかな。まあ、今になってちょっと人気上がってるらしいですよね。そう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 、また面白いもんでね。うん、でもね、ネオクラシック路線のカメラがね流行る要因としてはね、俺がやっぱり一つやっぱりちょっと思ってるのが原因としてはやっぱりね、インフルエンサーの存在ですね。うん、うん、やっぱりおしゃれなインフルエンサーがですね、やはりおしゃれなネオクラシックのカメラを使ってですね、やはりおしゃれな写真を撮りまくるわけですよ。うん、でやっぱりこのカメラはテンション上がるとかさ、うん、まあ、言うわけですよね。あれはねやはり少なからず影響ありますよ。あ、ですよ、めちゃくちゃあるっすよ。あれは俺たちおじさんちがね、うん、使っててもね何もテンション上がらないけど、若い男の子俺たちみたいにむさ苦しいおじさんが使ったら何もこうやって言ってても説得力ないけど ただのね、全くないです、全くないです。カメラオタクおじさんが何言ってんだけどね、うん、本当にね。そうで、あとはやっぱりまあこのライカブームもやっぱりちょっと後押ししてますよね。うんうん、本当にそう。ライカもちょっと空前のブームですよ、これ。すごいね、空前のライカブームですよ。うん、こんなにいろんな方、うん、その、まあ、インフルエンサー著名人含めて、うん、が買ってるっていうのは初めてだし、うん、ね、あとそのメディアミックスが多いですよ今ライカの。うん、メディア絡めたやっぱりそこのやっぱり出し方っていうのが今すごく多くて、うん、これだけ出してるのもね久しぶりに見た。うん、でそこも後押ししてやはりああいったライクなもの、うん、がかっこいい、うん、そう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 、好まれるっていう、そういう傾向。使いづらいカメラだけどね、面白いもんだね。まあね、そうだね、そこじゃないんだよねっていう、そう、そういうことなんだよね。そうで、そこのところやっぱり後押ししてる感はやっぱり非常にあるっすね、そこに関しては。うん、だから、まあ、まあいつまでも続くもんじゃないと思うんで、うん、もうやるなら今出さないと儲かんないよと。うん、まあ、そういった意味で言うとさっきも言ったけど S9 ってもうめちゃめちゃ奇跡的なタイミングで出る、うんうん、なのでもうなんだろう、仕掛けてくると思いますよこれ。ルミックスはね毎回その仕掛け方はうまいと思います俺は。それがまあ結果として結びつくは別として、俺めちゃくちゃ覚えてるのが S5 Mark II の時だったかな、 S5 の時だったかな、海外からインフルエンサーめちゃくちゃ呼んでさ、あ、マーク2かな、あの、うん、マーク2かパーティーみたいにしてさ、てブワーって山積みになった箱をさもうバンバンこう配ってゲットしたぜとかって喜んでる、そうそう、おしゃれなインフルエンサーたちが、うん、これこれみたいな感じでさ、うん、これだぜみたいな、うん、これが最新のパナソニックだみたいな感じですごいやってたじゃん。ごめんね、なんかサングラスしてこんなことやってるとうっさんくせえなとかって今説得力ねえなとかそう思っちゃった今なんか怪しいなとか。めっちゃ怪しい、自分で分かんないでしょ、自分で分かんないでしょ。だけどもう絵柄が怪しいんだもん、こんなね、これすげえぜクーってやってた、なんかうサングラスこれだぜ、そう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 やっててさ、でもなんかそのあの感じはね、やっぱりあの煽ってる感じはすごいなと思った、うん、うまい、うん、めちゃくちゃうまいっすよ。もうお祭り騒ぎにしちゃってさ、であのノリができる人たちってさ日本じゃあんまりないんだよね。そうなんだよ、そうあれができるのやっぱり外国人なんですよ。うん、うん、ひゃっほいってやれるのが、まあ、本気でやれるのが日本の YouTube 界隈ではアルファホビームの2人はできるけどねひゃっほいまあまあねまあやると言われるわ、やりますねはい、そうお笑い系 YouTuber だからね、はい、そうですねコント系ですね、コント系、はい、そうだけど、まあ、そこもうまいから、うん、本当そう思う。パナソニックがこの S9 のプロモーション、うん、どういう風にするのか、ね、もうめちゃくちゃ俺はすげえ楽しみ。そうだね、そういう側面言われてみればそうだ、今回どうする、うん、だけどすごいかっこ毎回かっこいいんですよ。けどね、ちょっと部長にも言ったけど結構またインフルエンサー呼んで結構大体的にやってるっぽいんだよね。どういう映像が多分もう編集して多分急いで編集して多分アップすると思うんだけど、うん、どういう風なのが出てくるのかね。うん、うん、まあ少なくとも我々は持ってないです持ってないです、はい、さっき、はい、呼ばれてないし、持ってない、これはもうこれ言っときますけど、はいはいはい、我々は全然関係ない、かすにもしてないです、かすにもしてないです、はい、はいはいはい、声もかかりません、はい、かかりません、ね、はい、はい、そうなんで、まあそういった意味で言うとね、ちょっといろいろ楽しみね。22日、うん、いやめっちゃ楽しみっすよ俺。今あるコロナ禍では結構トップクラスの楽しみかな、うん、俺私もで部長がだって、うん、南の島から中継入るもんね。あ違うか、帰ってきてんのか、車の中とか言ってたねあれいつだったっけ、あれ22日 22? ああ22日まだ行ってないね俺、25から行くんで。
あ、そうか、いるのか、まだいるか、いるか、そう、まだいる、まだいる、まだいる。あ、じゃあ来れる可能性があるってことね、まだ20万。あります、あります、あります。はい。あ、ニコンがもしかしたらってことか。あ、そうか。ニコンさんね。ニコンがもしかしたら29かもって言われてるけど、ちょっとまあ、昨今の噂だともうちょっとね。はい、なんでね、ちょっと楽しみだね、これは。まあでもさ、エルマウントもさ、結局そのシグマさんがレンズをたくさん出してくれてるじゃないですか、エルマウント。それはね、やっぱり結構大きいっすよ。委員長のこう言っちゃ悪いだけど、シグマなかったらどうすんだろうねって感じだよね。いや本当本当本当に悪いっちゃ。マジでそう、それは本当に本当にそう。だからうまいことやったっすよ。よ、だパナソニックが声かけたんでしょ、あれって。違ったっけ。だシグマさんがね、手組んでくれたもんで、よかったっけど。本当にそうだよ。だって自社だけでライカのレンズ使うわけにいかないもんね。寂しいぜ、うん、レンズラインナップかなり寂しいっすよね。だ今回のこの S9、もう似合いそうな、またシグマのレンズがまたよう似合いそうなんですよ、このデザインが、ね。ちょっとメカメカしい、あの切削されたあのボディがさ、あのレンズの共同がね、あれがね、また似合いそうなんですよね、あれがね。もしかしたらあれだよ、ワンチャンシグマから銀色レンズが出るかもね、知らないよ、もしかしたらね。いや、出たらやばいね、それ、そう、相当やばいですよ。地下やってほしいな、そこまで。シグマじゃやりそうだよね、もしかしたらね、限定でね。外野の意見ですが、あくまで。そしたら S9 の登場で合わせて、そしたら FP もなんか銀色で出したりしてね。FP もね、合わせてね、期間限定ね。部長は顔言う可能性ですけど、もうないですね、まあ私もないです、はい。僕ね、そういうのほんと興味ないんですよ。ほんとに興味ないんですよ。ですね。部長そんなクラシック系そんなに胸熱でもない。本当に興味がない、まあ、私は興味あるけど別に買わない。たださっきも言ったように、 S9 のプロモーションの方法だとかね、売れ行き、あとまあやはり流行ってるっていうことの、その市場の答えですよね、この S9 に対する市場の答え、アンサーですね。そこに関してはめちゃくちゃ興味がありますが、個人的にじゃあこういったものに対してどうかって言われたら、本当に興味がない。ないですね。わかります。もうだって RCR の方が全然いい撮れるよって。まあ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 、話にならんすよ、きっと。まあまあ金額も違うけどね、はいはい、全然違うけどね。でも大きさみたいなもんでしょ。まあそういうことね。そう言い方がもう部長らしい、はい、でしょ。お客さんがそういう面しか見れないんですよ、もうカメラとか。見た目のスタイルも重要だけども、撮ってくる絵の方がね重要だからね。それこそ6000万画素使えてる方が、ね、大事っすね。でだから、その撮れる過程で AF がすげえいいっていうのもね、それ一つのね、もう優先順位があまりにも違う、そう、そこでね。そうデザインがいいのは当然いいですよ、だからじゃあ同じ性能でデザインがいいものと悪いものを2つ用意されたら当然いいものを選びますよ。当たり前です、そんなの。そうだけど、まあ性能そこそこでデザインがむちゃくちゃいいね、性能むちゃくちゃいいけどデザインそこそこ、もう絶対デザインそこそこの性能むちゃくちゃいいやつを選びますね、もう 100%、私あくまでも私はでございますけどね、はい、そこは皆さん違うところでございますからね、まあ部長はそういう人間だということです、はい、ですね、はい。ちょっと結果にしか興味がない、まあ僕はそうです、もう結果にしか興味ないですね。